はいどうも、インディーゲーム実況 VTuber の白コリゲームズです。今回プレイするタイトルはアンハード、罪の代弁。過去の犯行現場から聞こえてくる声だけを頼りに容疑者を特定し、事件を解決していく探偵推理ゲームです。過去の現場にいた人たちの会話を聞いて得た情報をもとに、その人物に名前を振り分け、どう事件と関係しているのか推理していきます。手がかり、行動、動機を突き止め、真実を解き明かしましょう。探偵推理者といえば、現場を物理的に調査していくものが多いですが、今作では手がかりを得られる方法は音声のみ。とてもユニークで挑戦しがいがありそうです。2023年2月に日本語音声に対応し、没入感たっぷりに楽しめるようになりました。それでは早速、プレイしていきましょう。はい、アンハード遊んでいきましょう。オプション画面は言語と画面設定と音量ですね。となっています。音量確認のために起動した時にちょっとオープニング部分が飛ばされちゃってる可能性がありますが、ゲームを始めていきましょう。新しいゲームを始めます。大丈夫です。ようこそ、探偵さん。はい、ようこそ。疑問でいっぱいという様子ね。はい。事件の捜査をするために我々はあるシステムを開発したの。あるシステム。ただこれは少し特別なシステムで、だから私たちはテストを行って適合者を探しているというわけ。適合者。あなたこそ私たちが探している人物かも。まずスピーカーをオンに、もしくはイヤホンを装着して。大丈夫です。心配しないで、テストは簡単よ。いくつかの絵を見て、何が見え何が聞こえたのかを教えてくれればいい。絵を見る、なんとかテストみたいな。目の前のディスプレイを手に取って。はい、これ、はい、聞こえてくるでしょう、この絵の音が。殺人現場の絵から。おー、聞こえる。はい、再生ボタンを押して音声を流す。あなたの名前は？金井隼人だ。金井隼人。音声をクリックし、その音声に合うと思われる名前をクリック。何度も言わせな。なるほど。でも車の所有者名は金井海斗とあるけど。金井海斗。兄貴の車を内緒で借りてドライブしたんだよ。お兄さんとよく似てるわね。双子だからな。兄貴は社長としてネットでも顔が知られているからよく間違えられる。これまで飲酒運転や暴行を繰り返し、改めようともしていないようだけど。ああ、それは全部友達のせいだ。俺は止めたのに聞いてくれないんだよ。もう絶対しないからさ。今回飲酒運転以外に言っておくことは？ああ、ないけど。では麻薬について何か知ってる？麻薬。ああ、麻薬？所持者は誰か知らないよ。そう、質問は以上よ。ここで少し待っていて。麻薬。車にあったとかなのかな。彼女を追いかけて真相を。マップ上で右クリックを押して移動。これ私これ私なんだ。はいはい、追いかける。さあ、さっきはどうだ。うん、自分は金井隼人で何も知らないと。証言と一致するな。一致する。よし、一緒に取り調べ室へ来てくれ。やつは俺が相手をする。ああ、後で調書にサインしてもらうからここで待っていてくれ。はいはい。おう、また取り調べ室に。その場に移動するか残るかを選択することで別の筋書きが見える。なるほど、今回はついて行ってみましょうか。あ、なあ刑事さん、麻薬って何なんだ。
俺の質問が先だ。名前は？金井ハヤトだ。はあ、嘘だな。お前が金井ハヤトなら、隣の部屋にいる金井ハヤトは何者だ？あいつも来てるのか。もう一度聞く。お前は誰だ？わかったよ。実はカイト？金井カイトだ。そうなの？ネームタグはいつでも変更できる。はい。弟のふりをするのは今回が初めてじゃないな。ああ、ただの飲酒運転ならまだしも、今度は麻薬所持まで弟になすりつける気か。だから麻薬所持ってなんだよ。お前の車のトランクから1キログラムの麻薬が発見された。はあ、1キロ俺は知らないぞ。とにかく弁護士を呼んでくれ。ご自由に行こう。君は弁護士が来てから取り調べを再開しますか？やつは最初から嘘をついている。裁判になれば必ずそこが問題になるだろう。あとは証拠が全てを説明してくれるさ。証拠？ああ、弁護士が来ても無駄だ。さあ、行こう。また移動。一度目の再生が終了。真実の全貌は解明されていない。こうやって繰り返し聞いてくんだ。再生開始前に移動ができる。どの時点から始めるのかっていうのも決められるんですね。まずはここ。音声を再生する際、早送りとか。人もブツも調べをついた。君の告発は確かだったが、わからないことが一つある。なぜ自分の兄を告発したんだね。先にあいつをやらないといつか俺がやられるからだ。どういうことだ？ライブコメント。クリックでライブコメントを送信。まあ、メモ的な。俺たちは双子だ。あいつは子供の頃から何かやらかすたび、こっちがハヤトなんですよね。そのおかげであいつは出世したのに、どうして俺だけがこんな目に遭い続けなきゃならない？なぜ身代わりになろうとした？あいつが家の後継ぎだからだ。だが俺は出来損ないのボンボンだ。身代わりになっても失うものはない。悟りきったようなことを言うね。だが実際、まあ、この人が自分が金井隼人だと言ってるだろう。今回身代わりにならなかったのは、だって麻薬所持だぞ。そんな大きな罪背負ってたまるか。麻薬所持。これで金井隼人が一人きりになった時に何か独り言言ってる可能性ありますよね。表現と一致するな。よし、一緒に調べ室へ来てくれ。いや、俺が、まあここで、あ、なんか電話してる。もしもし、俺だ。今警察署だよ。あと一息だ。あと一息。何か来る前に用件を言うぞ。何なんて言ってんの。売人の口封じをしてくれ。あ、やっぱ今すぐにだ。金井隼人が、黙れ。警察をバカにするなよ。1キログラムの麻薬なんて簡単に手に入るもんじゃない。警察はすぐ出所を突き止めるぞ。そうなりゃ売人は全て俺の計画だと吐く。その前に消す。俺の計画って言いましたね。せっかくだから全部聞きましょうか。さっき君と話したが、何も疑われちゃいない。順調さ。今頃兄貴は隣の部屋でバカ芝居をやってるよ。自分の首を絞めるとも知らずにな。安心しろ。ブツは奴が酔いつぶれてる隙に俺が放り込んだんだ。気づいちゃいないさ。身分詐称に偽証、しかもブツの出所も白状できない。こ
今回ばかりは罪から逃げられないさ。だが喜ぶにはまだ早い。売人の始末はさっさとしておけ。済んだら連絡をよこせよ。そろそろ切るから。なるほど、こうやって真相を暴いていくんだ。いくら親父が兄貴を贔屓してても今回ばかりはもうダメだ。俺が後継ぎになったらお前にもちゃんと礼をする。もう切るぞ。はい、あ、もう回答、回答最初から聞かなくていいですよ。回答する、回答する。所持者は隼人の方ですね。確認。事件の真相解明しますか？大丈夫だと思う。解明した！やったなるほどね。麻薬を所持するのは。麻薬？知らないよ。なぜ自分の兄に告発したんだ？すごいかっこいい。お前は声優さんたちもみんないいっすね。金井海斗。お前の車のトランクから1キログラムの麻薬が発見された。安心しろ、ブツは奴が酔い詰めてる。事件まとめがめっちゃかっこいい双子が身分を交換していたですって。さすが探偵さん、面白いことを言うのね。はい、もう気づいたでしょ。あなたが調査したのは過去の監視記録。監視記録。我々が生誕システムと称しているもので、生誕システム監視記録を組み込むことで過去の事件を音声で再現できるの。すごい。でもさっきの絵は簡単すぎたようね。次は少し難しくなるわ。挑戦しがいがありそうですね。はい、では今回はここで区切りたいと思います。いや本当に物語、声の細かいところまで聞いて時系列をまとめていかないと難しいですね。ただ単に聞いてるだけだと間違った推理になっちゃう。だから結構それぞれの人一人にフォーカスして全体聞いて細かくメモ取る必要がありますね。はい、そんな感じで音声だけを頼りにっていうのすごく面白いシステムですので、気になった方はぜひ自分で遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。